こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、腕時計 の、 バンドですね、バンドに連結するそのバネ棒なんですが、年数とともに劣化しますので、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。腕時計のバネ棒というのは時計本体と、ね、こういう、鎖バンドの場合、こういうこれ本体とつながっている場合と、あとここのクラスプの、これ金具のところですね、金具と本体がこう本体というか鎖本体が、今回これがちょっとダメになったんですよね。どういうふうになったかというと、このようにちょっと大きいですね。これ中にバネ入ってるんですけど、これがポーンって飛ぶんですよ。特にこういう大きい時計の場合ですね、重さもありますんでね、やっぱり負担かかるんですよね。そうするとこのパイプの部分が少しこうだんだんこう何ですかね、この開いていくんですよ。そうするとこれ外した時に、ここにポーンとこの先端飛ぶことがあるんですよね。そういう場合はもうこういうもう新しいタイプに取り替えるしかないんですけど、そういうこともありますので、あとこういう本体の方もそういうことなきにしもあらずでね、ございますので、そういう場合はちょっとなんか外れたとかそういうことも現象出るかもしれません。それで落としたらちょっと大変なことになりますんでね、そういう場合は早めに点検というかね、した方がいいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。